おや、偶然ですね。はあ、そんなわけないでしょう。コンビニ限定のカップ麺が発売されたので、一応買い占めてるんです。なぜ怪訝な目をするんです。いいですか。限定版は沖縄産のモズク味が隠し味で、おまけに黒糖エキスが詰まっているんだ。どうです、気になりませんか。曖昧な人ですね。では一つだけなら譲ってあげましょう。いいんですか。この縮れ麺を堪能する機会をみすみす逃すとは、もったいない人だ。それは手作りですか。あなたはコンビニ限定商品を甘く見ているようですね。俺はちゃんと考えてこれを買っています。何ですかその目は。いいですか、操作の基本は足だ。その足を支えるエネルギー、すなわちカロリーが必要です。それを1カップで補って余りあるのか。これハイパーカップ麺、モズク風味、黒糖エキス入り。百聞は一見にしかずとも言います。死の子の言う前に一度食べてみては。ほら、そういえば先ほどの質問ですが、私はカップ麺の類が大好きです。好きじゃなければこんなに買いやしません。
それに好きなものは好きな人に勧めたくなるものです。歩み寄りですよ。それくらいは察してください。